到着です。こちらは新百合ヶ丘駅。よっしゃ、じゃあね、こっからロケ地目指して走っていきます。行ってみましょう。はい、到着です。こちら平尾団地商店街。ここね、いつか来たいと思ってたんでね、来れて嬉しいです。じゃあ早速ちょっと商店街見てみましょう。この階段見たかった。よっしゃ、じゃあこの辺のロケ地巡りやっていきます。行ってみましょう。こちらの階段で仮面ライダー2号キノコモルグ登場会で、キノコモルグがちんどん屋さんをやってました。なんかね、もうすごいシュールな絵面で僕あれ、ウルトラマン VS 仮面ライダーであのシーンを知ったんですけどね、ウルトラマン VS 仮面ライダーで作られたオリジナルのね、なんか面白い映像かと思ってたんですけど、後で本編見てね、結構びっくりした記憶ありますね。こちらのですね、キノコモルグの、チンドン屋の階段を登ってくると、今度こちらに出ますね。こちらは仮面ライダーのゴキブリ男登場会で、こちらが登場します。詐欺師が緊張炉を売ってたところですね。はい、平尾団地でした。いや、楽しかった。まあ楽しいっつうか、まあもうそのまますぎて、もう途中笑っちゃいました。特にあのキノコモルグのチンドン屋さんの階段はね、もうずっと見たいとこだったんで、見れてよかったです。はい、一応こちらは杉山神社、ゴキブリ男登場会で詐欺師が、ショッカーに捕まった場所ですね。この辺もね、ロケ地変わらず残ってました。非常に巡りがいがありました。では移動していきたいと思います。はい、到着、長山団地。ですね、だいたい平尾住宅から5キロぐらい、自転車で走ってきました。こちら2回目の訪問ですね。もうここはね、ロケ地巡りし始めの頃に、ね、1回訪れてるので、撮り逃したところもあるので、今回改めてリメイクして写真撮っていきます。行ってみましょう。
ちらの公演、こちらがですね、仮面ライダーのシュラキュラス登場会で、子供たちがここで、ショッカーに連れ去られて、まあ、血液を取られてました。映像を見る限りだと滑り台があったみたいなんですけど、それは撤去されてますね。ただまあ公園の位置は変わらずですね。で、今僕が立ってるこちらの駐車場はですね、もともと何もない草原でした、なんですけどね、この草原で、シラキラスやイノカブトンと仮面ライダーが戦ってます。唯一残ってるのはあちらですね、旧長山小学校の体育館跡、つうか体育館ですね、今複合施設になってます。この色あせた感じがね、年季を感じさせますね。はい、旧長山小学校の体育館ですね、結構年季入ってますね。まあ、複合施設として、まあ、未だにこの辺は一応機能してるのかな。ああ見えた、すげえ。もう仮面ライダーの、まあ、シラキラスとかイノカブトンの階段、これがね映り込んでたので、まあね、これが残ってるだけでも大きいですね。はい、じゃあね、長山団地のすぐ後ろにこういった里山がありますので、こちらをせっかくなので登っていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。もうね、暗くなってきちゃってるけど、急いで登っていきたいと思います。よいしょ、到着。こちら、うわ、眺め、すげえ眺めだ。こちらは多摩丘陵パノラマの丘、先森見返りの峠というところです。うわ、マジで長山一望できる、すげえ。こちらでは仮面ライダーアマゾンで、アマゾンと、マサヒコが、まあ、黄昏れてました。さすが、多摩ニュータウン、やっぱ開発規模が違いますね。長山団地ね、なんかとんでもないことになってんだけど。もうね、めちゃくちゃ建物あるんですけれど、まあ、仮面ライダーの本編だとね、重くそ、部屋番号とかが載ってたんで、まあ、どの建物が使われてるかは、まあ、結構分かりやすいかなと思います。今回巡った平尾住宅と長山団地なんですけれど、どちらも入居開始し始めたのが1971年頃らしいんですね。なのでね、仮面ライダー放送時は本当に入居者で賑わってた頃だと思われます。まあ、映像からもね、それが見て取れるのが非常に面白いなと感じました。以上、平尾台と長山団地でした。まあ、どちらもね、当時と変わらず、そのままの姿残っててよかったです。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。